トンボは後ろに下がらないとかね、セクシーのデザイン の, あの浴衣を作ろうとか言って、一発に却下だよね。こんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いいたします。なんか5月ぐらい入ってくるとみんなこう涼しい浴衣起きてこうやってるよね。まあまあ夏あんまり浴衣着る期間も少ないんだろうけど、一般の人でもやっぱり浴衣着るからね。浴衣って一旦いくらするか知ってる？いや、ちゃんとしたやつ。え？ちゃんとしたやつですよね。うん、いや普通そこら辺で一般的に売ってるのは 4,5,000円とかですけどね。結局昔って言ったら、まあ染め物屋があって、染め物屋からあの下ろすわけよね。だって俺らの時、今はいくらするかちょっと分かんないんだけど、俺らの時は一旦大体3,000円なんですよ。3,000円で、3,000円の消費税ですよね。でそれで大体最低でも200単作るわけです。おお、それを自腹でね。あ、自腹で。うん、はい、だから幕打ち上がったら絶対作らなきゃいけないわけですよ、反物をね。で同期生って、あの春入った同期生っていうのは結構100人ぐらいいるじゃないですか。それで、まあ、半分いなくなったとしても50人ぐらいいるじゃないですか。だから重量上がったら力士はその同期生でみんなで明け荷をプレゼントするわけです。明け荷をね、明け荷をプレゼントするんだけど、明け荷をプレゼントした後に、だから幕打ち上がったらその全員、あの同期生全員にあの浴衣全部もあげるわけ。お前、明けに作ってやったろとか言って、同期生で浴衣ちゃんと汚せとか言って言われて、分かったよみたいなとこね、明けに。そうそう、そういうのがあるから。それでまたみんな歴史が大きいわけじゃないですか。一旦じゃできないんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、一旦半ぐらいいるから。はあ、だから普通は3,000円でできるところは4,500円。だから最初はなんかこう奇抜なとか言って、なんかこうもうみんなこう明るい色とかいろんなこう着たいじゃない。俺らの当時はもう白にこういろんなのそのデザインつけて出すとかで、黒にその名前入れて、それを講演会の人とかもプレゼントしたりとか、あとこういろんなとこにこう配ったんで、これ大体白地に一つ色を染めるでしょ。でそれを何種類も染めたりするじゃないですか。じゃあ1個だ、それ白に1個の白、生地をつけるの大体3,000円なんですよ。これ2個になったらいくらになるかって言ったら500円追加な、3色だと。4色だとまたもう500円追加、はいはいはい、10色ぐらい入れたら5,000円ぐらいになっちゃうの。色追加で、だって一回一回染め直すから全部、一回で色はつかないから。 でもイメージっていうとやっぱり白地に紺の名前、そうそう、それだからもういろんな、今いろんな色を作れるじゃん。それってやっぱり何色とかいっぱい色使った方がこう格が上がるとか。格はないんだけど、うん、やっぱりこうなんかこういいデザインとかさ、そしたらみんなが欲しがるわけよ。ちょうだいちょうだいみたいなところでもらえないかなみたいな。だから大体でも200から300使う、最低ね、最低で。それ自腹で払うから意外と大変。うん、講演会が作ってくれるならいいけどね。
で足りなくなったらまた追加で、そうそうそう追加でっていうか、まあ大体まあ大体その染める時にその半番っていうのを使わないといけないから、そういうののもう全部そういうのは全部お金かかるから、デザイン決めてね、こういうデザインしようとかね。昔はだからそういう波の絵柄とかさ、なんかこう自分の勝負体制だ、トンボとかもあったりする。トンボはだ後ろに下がらないとかね、うん、ああなるほど、うん、あとだから縁起のいいそのものを作ったりとか、まあでもほとんどだから花柄とかさ、そういうまあだから竹とかさ、いろんなデザイン持ってきて、これそこにこう名前を入れてとか言って。あとは何ですか。いや、でも毎回変わるから、だから毎年色柄変えたりとかで、毎年作るの、うん、毎年作るの、毎年1回作るから、それが一個だからね、相撲取りだけで、じゃあまず親方衆に全部配らないといけないんですよ。あ、そうなんですか。100何人の親方の二所一門の親方にまずこう何本だっけ、二所一門だけで40人ぐらいいるのかな、はい、40人のまず浴衣を作らないといけない、はい、でなおかつあと部屋のお相撲さん、はい、30人いったら30トン作らないといけない、はい、これで70でしょ。で同期生入れたら、はい、もうだから最低やっぱり協会だけで100以上作らないと。100以上作れる。あとあれですね、うん、谷町系とか、あとそうそう講演会の人に配ったりとか、はい、そういうのもいるから、多い時は400単とか500単とか作る。だから講演会のやつは講演会費としてもらえるから助かるけどね。あ、でも自腹なんですもんね。そうそう、昔さその講演会長がペプシコーラの時あったのね、はい、ペプシのデザイン の, あの浴衣を作ろうとか言って、はい、一発で却下だよねもうあれ作ってたら、でもなんかね、ペプシコーラのさデザインのね、それで柄だって3色あるわけじゃない、まあ金はかかると思うけど、やっぱみんな着るよね。かっこいいじゃないですか。ペプシマンとだからな、俺がこう相撲取ってるような出柄でペプシーみたいな。え？かっこいいっすよね。うん。女性も着れるよね。はい、うん、え、それはどっから NG なんだ？今日。そうそうそう。いやもうそんなもう相撲の柄は白と黒だろうとか白と青だろうとか言って、そこからねいろんな絵柄が出たり、いろんなことがだから OK になって。最初は頭の硬い人ばっかりだったから、今はだからいろんなカラフルなデザインとかね、うん、意外とこうなんかね、女性も着れるような浴衣にした方がさ、なんかみんな、なんか絵柄がね、だからいいよね。なんかね、あの渋谷のなんかこう雑貨屋さんみたいなとこで、あのペプシマンのね、はい、あの大きいなんかすげえお相撲さん用のバスタオルぐらいで大きいやつがね、はい、小錦でもちゃんと巻けるようなバスタオルが あったわけで、それ俺100枚もらったわけ、はい、でそこであの売ってたやつがいくらで売ってたと、びっくりした値段みたいな。バスタオルだからでも8000円とか5万円で売ってたのびっくりして、俺100万持ったらみんな持ってみんなにあげちゃったとか言って、相撲取りみんなちょうだいちょうだいとか言ってってみんなあげて、うん、もったいねえことしたなとか言って、もしこれ浴衣なんか OK になったって浴衣してたら浴衣代払わずに済んだのにさ、そういう金はさ
ペプシコーラとかさ、スポンサー料でもう払ってくれるわけよ。じゃあペプシコーラの端物を1000単作りますとか言ったら1000単分の金くれるわけよ。1000単作ればね、1単だからあんなカラフルだと1単4、5000円するだろうから、1000単作っても500万だからね、大きいね。浴衣って基本的に自分の名前じゃないやつ着るんですよね。極力自分の浴衣は着ないよね。うん、人の浴衣着て、もらった浴衣をまたその自分に合うような浴衣のその大きさにこう縫ってもらわないと、縫い地もかかるからね。そうですよね。親方もらったやつで、こいつのやつはいつもデザインいいねみたいな。うん、ちょっとセンスがいいやつ。親方のセンスのなんか合ってる誰だったんですか。いやもう基本的にはやっぱり手屋のみ系は地味なのが多かったね。親方怒るかもしれない。で、保守本流の出話系は地味なやつが多かった。でもやっぱり新興部屋系は意外とこういろんなこう派手なやつが来て。基本的にその力士がデザインするんですか。まあいやもう自分でデザインして自分で持って行って、それでその枠取りしてもらうところに持って行って、こういう風なデザインで作ってくれって言ったら作ってくれる。そこにはやっぱり親方チェックみたいなの入るんですか。いや俺は入んなかったけどね。でもあんまりむちゃくちゃしてたらすげえ怒られるよね。作った後にね、浴衣もあって作るじゃないですか。じゃあこうまずこう浴衣作ったり、あとジンベ作ったりとか。ジンベでも上だけだったらいいけど、ズボンも作ったりするジンベあるじゃない。だからズボン作るジンベで、俺もだからそんなあんまりこう形式ばったことはないんだけど、大砲のあのジンベとその下に、まだ結婚したりする前だよ、そのジンベもズボンもジンベしたらすっげえ怒られた親方に、お前この野郎とかって、大砲お前ねパンツにしてどうすんだとか言って、お前は履いてとか言って、そういうのもあるんですね、バカにすんなとか言って、おい大砲だったに言われたんじゃなくて、うちの師匠に言われた、すげえもうそんな二度と会うなとか言われて、はいとか言って、太郎さんに失礼だろうとか言って、うん、まあでも浴衣にはいろんないい思い出あるよね。もう今浴衣なんか着ないけど楽しいよね、浴衣着て。ちょっと夏だけだもんね、浴衣着れるのは。でもあれですね、お相撲さんは冬でも浴衣着るよね。でも、まあ、でもほとんど着物だけどね。だからあのこう回しをつけてどっかあのこう稽古場行ったりするときはあの泥着って言って浴衣着るんですよ。また浴衣の種類が違うんですか。いや一緒一緒。だからちょっと古くなったなと思ったやつをこうもう、まあ、回しの上で来て、それで稽古場行ったりする。汚れてもいいような。汚れてもいいよ。締め込み忘れてきたんだよね。ああとかじゃ、ああじゃないだろうって言って、伝説に残るようなことばっかりするんだよね。